わあ、マジか、なるんか。なっちまうのか。どのタイミングで直そっかな。結構致命的では。うわあ。結構致命的なのでは。気合い入れてけよ。おおほほほ。やるやん。気合い入れた結果がこれですよ。しかも何気にイベント回収できたっていうね。毎日西ガチャ第5レース。今日はそのひょうひょうとした性格が雲のような猫のような馬娘セイユンスカイ。相手を翻弄するのが得意な一方で、自分が翻弄される側になるとたちまち弱くなるタイプですね。サポカトスキルは右の通り、今回はなんと芝と中距離が S になるわ、太り気味引いたけど1ターンで解消したわ、で、上振れの回なのではと思っていたんですけれども、いざ育成終わってみると、案外そうでもないという結果になりましたね。はい。多分、かけらの種類が原因かなと思います。はい。H の色調整に精一杯で、かけらの種類まで見てる余裕がなかったですね。まあ、言うていつもなんですけど。さあ、セイウンスカイといえば、言わずと知れた強強固有スキルのアンスキー。継承としての強さも未だ健在ですので、緑星さんもできれば欲しいところですが、どうなるでしょうか、見ていきましょう。さて、この動画が投稿されてる頃には次回のガチャ予告が発表されてると思うんですけれども、それをめぐってトレーナー間では、配信アニメに合わせて順当にトプロさんが来る派と、舞台ウマ娘の熱が冷め切る前に KS ミラクル出してくるはず派と、満を持して尾行ペガサス派の3つに分かれてコントを極めているわけですけれども、一体誰になってるんですかね。さあ、評価は UG7、まあ標準的といったところ、因子どうでしょう。賢さ長距離、ここで長距離来るのか。もうちょいでオール2だったな。まあまあそこはいいとして、できれば赤中距離が欲しいな。どうですか、パワー芝。ああ、はい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 、まあかもなく不可もなくってところですかね。はい。さあ、一体誰になってるのか楽しみでございます。それではまた明日。